京の駅と言われる保津峡駅、山と川と橋があるだけだったっていう、まあそれで十分かな、トンネルですね。なんか保津峡駅、秘境駅って言われてるみたいですね、うん、でも秘境駅っていう割にはパスモとかスイカ使えるようになってるんで、まあ京都近くだからあれなのかって思うんだけど、うん、全然どこだっけ、山梨の方とかスイカとかないとこ普通にあって、スイカタッチして降りるときスイカ使えないって気づいて、えらく時間かけて電車止めたことあるからね。まあ全く保津峡駅と関係ない話をしてますが、川とかいいですね、音とか近くで聞いておきたかったな。ここにおじいちゃんがいます。泳ぐのかな。すごく今日天気いいです。はい、ということで保津峡駅でした。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。